はい、始まりました、研磨図クッキング。今日やる料理はね、はい、じゃじゃーん、冷凍丼またまた買っちゃいました。でね、今日は、サバ味噌缶で美味しい冷やし冷凍、冷やしうどん作っちゃいます。はい、調理スタート。はい、今日の材料説明いきますね。はい、今日冷凍丼ね、これ一玉使います。はい、それからはい、サバ缶一缶ね、これ味噌味の方で、刻みネギ少々、ピーマン2つ。はい、これでやっちゃいます。はい、じゃあ今日はね、もうね、冷たいやつなんで、まず最初にね、タレ作っちゃいますね。で、毎度おなじみ、人間のつゆ3倍濃縮ね。で、これを 200cc に対して、はい、40cc ね、はい、こんな感じで入れたら、でね、これ、まあ仕上げるまでちょっとね、冷蔵庫でキンキンに冷やしておきます。はい、そしたらね、今日はね、もう切るものといったら、もうピーマンだけですね。そしたらね、ピーマンこう、真ん中こう切って、そしたらまあ種取ってね、よいしょ。はい、そしたらね、ピーマンの種をきれいにこんな感じで全部取ったら、なんていうかな、麺に絡むような感じにしたいんで、ちょっとこれをね、細切りなんですけど、大体そうね、2ミリぐらいですかね、このぐらいの、まあこんな感じで細切りにしておきます。はい、はい、今日は切るものはこれだけです。よし、じゃあね、早速ね、まあ調理の方行ってみたいと思います。まあ調理と言ってもね、まあ今日は簡単料理なんで、まあまずね、冷凍うどんをもう茹でるだけぐらいの感じですけどね、まずこの沸騰したお湯にね、フライパンでも鍋でも何でもいいんで、沸騰した鍋に冷凍うどんをぶち込みます。はい、冷凍うどん入れてね、しばらくすると、一旦ね、もう冷凍なんで、温度が下がって、ちょっとね、湯気が立たないんですけど、こうやってね、こうしっかりこう再沸騰していきます。まあそうなってくれば、もうこうやってこう、もう麺も完全にほぐれてますし、もう完全にこのうどんの方には火が入っている状態です。はい、ここまで来て再沸騰したら、先ほど切ったこのピーマンね、これをもうパン入れちゃいます。はい。で、ピーマンはもう生でも食べれる食材なんで、さーっとね、さーっとこういうふうにこう火を通して、そしたら、もうこんな感じでいいですよ。もうこれぐらいで十分ですから。そしたら、この、金ざるに開けて、これをピーマンと麺ごと。で、冷水でしっかり冷やしていきます。はい、うどんとピーマンをしっかり冷水で冷やしてきました。キンキンに冷やしてきましたね。そうしましたら、このね、うどんとピーマンをちゃんと器に入れて、でね、ちょっとこう、うどんを入れたら、よいしょ。よし。で、周りにこんな感じでね、ピーマンを散らすような感じにすると、ちょっとイメージがね、綺麗で、爽やかな感じになるんで、こんな感じに盛り付けていきます。はいはい。はい、そうしましたら、はい、先ほどね、冷蔵庫でビシッと冷やしておいた、もう冷蔵庫だと間に合わないけど、冷凍庫でビシッと冷やしておきました。で、このね、冷たい出汁をしっかりこう、ぶっかけちゃって、よいしょ。はい、いい感じだね。よし、はい。そうしましたら、はい、じゃじゃーん、サバ缶だね。サバ缶の味噌味のやつね。これをパンと開けて、よし。そしたらこれを、味噌味なんですけど、これをもうタレごと、ボーンと真ん中にのけちゃいます。よいしょ。ほっ。よっ。もう大胆にね、大胆にこんな感じでのけちゃって、よっ。ほい。よいしょ。さあ、そしたらこのタレごともうね、バーンって入れちゃうんですよ。このタレもね、この旨味がもう凝縮してますからね。はい、そうしましたら、はい、ここまで来たら、はい、ここでちょっとね、味のアクセントで、はい、白ごま、ね、はい、白ごまちゃんもチラチラチラって散らしてあげて、よいしょ。はい。はい、そうしましたら、最後の最後にたっぷりの、はい、刻みネギ。はい。よっ。はい、乗っけて、よっ。はい、そしたら味のパンチを効かせるために、最後の最後に、これはお好みですけどね、一味唐辛子をチラチラチラってこうね、かけてあげて、よいしょ。ほっ。よし。はい、完成しました。はい。今日の簡単料理ね、サバ缶の、サバ缶を丸ごと使った、簡単冷やしのね、サバ味噌冷やしうどんの完成でーす。めちゃめちゃ美味しそう。
よし、じゃあね、早速ね、食べてみたいと思います。今日の感じこんな感じだよ。いやー、おいしそうに取れてるかな。いや、めちゃめちゃ綺麗ですね。いや、いい感じですよ。じゃあ早速これを食べる前に、はい、いつも通りチューハイタイム。皆さんお疲れ様でした。乾杯。あー、美味しい。もうメンション美味しい。ってことで今日の感じこれなんだよ。もうサバドガーンと丸ごとっていうか一缶ドガーンと入ってるからね。じゃあ早速食べてみたいと思います。じゃあいただきます。よしよし、じゃあいただきます。まあまずサバを崩さないとね、こんな感じでね。よし、あ、じゃあサバのないところからまずこの味の変化をね楽しんで。じゃあサバのないところから、じゃあ普通の。よし、じゃあいただきます。この時点で美味しいけど、ちょろっとこれをサバをこう崩してみて、そうするとこう味噌味が全体にこう行き渡るんですよ。そうすると今食べた感じだと醤油ね、普通の醤油の味の感じなんだけど、こうやってサバを崩すことによってもうね、タレがサバ味になってくるんですよね。じゃあまずちょっとサバね。もうね、これはもう間違いなく美味しいよね。で、問題はこの混然一体となったこのタレだよね。これがどんな味になってるかということで、いただきます。これはもうめちゃめちゃ美味しい。すごいいい味。この醤油と味噌の濃い味が合体してものすごいコク深い味になってる。で、そのサバが結構トロトロだし、この具材としてもこの物足りなさ全然ないところに持ってきて、で、このピーマンがそのいいアクセントになってる。うん、このこってりしすぎるところにこのピーマンのシャキシャキとほんの少しこのほろ苦い感じがいい緩和剤になってますね。それにたっぷりのネギ、あ、これはバランス最高っすよ。これね、ほんと最高に美味しいよ。よし、じゃあもう一発いってみます。これはうまい。これはぜひ皆さん本当騙されたと思ってやってみてください。本当簡単ですよね。もうお湯沸かして、で冷凍のうどん入れて、もうね、あの茹で上がりのところにピーマンさっと入れて、ピーマンポイントですよ。これね、ピーマン本当にあった方がいい。なくてもこの味は成立すると思うんですけど、まあね、このピーマンがものすごいいい役割してくれる。サバだけだとあのくどすぎるかもしれないけど、このピーマンと大量のネギで、ごまの風味とこのピリッと一味効かした味がまたいいよね。最高っす。最高。これは簡単だし、もう一杯でしっかりこう栄養も取れますし、あの いいと思うので、皆さん簡単なんでね、やってみてください。ってことで今日のこの簡単料理、サバ味噌を、まあ、一缶使った、なんだろうね、サバ味噌冷やしうどん、はい、大成功です。皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。